トムラウシ、中別火山群の地形図トムラウシさんは、北海道中央部、上川管内美栄町と十勝管内新特町の境にそびえる大雪山系南部の標高2141メートルの山、大雪の奥座敷と称される。地元では、昔から、カムイミンタラとして崇められてきた、日本百名山に選定されている。約30万年前から、 後期更新予に活動した火山で山頂付近の溶岩は関心予に噴出した可能性が指摘されている。山頂には南西開きの直径約200メートルの河口のほか周辺には複数の溶岩ドームや噴火口がある。ふもとの新徳町側にはトムラウシ温泉がある。トムラウシとはアイヌ語のトラウイに由来するとされ。 本来はこの山を源流とする戸村牛川を指した地名である。国土地理院の一等三角点の名称は不良、牛山と記されているが、これは戸村牛の言葉に漢字で当て字したものである。奥深い山であるゆえに広大な花畑や古庄などの大自然が荒らされることなく残っている。山の上部は森林限界の廃末帯で、死闘や沼が点在し、 高山植物が群生している箇所がある。山腹北面の溶岩台地には大きな岩が積み重なったロックガーデンと呼ばれる一帯があり、泣きギの生息地になっている。ロックガーデンの北側も岩が点在する一帯で、日本庭園と呼ばれており、チングルマやエゾの津ヶ桜などの鉱山植物が見られる。山頂の直下には北側に北沼、南西部に南沼があり、岩髭、 エゾコザクラ、コマクサなどの鉱山植物が見られる。南沼から南に下っていくと、戸村牛公園と呼ばれる一帯があり、エゾの白山一ゲなどの鉱山植物が見られる。山域は1934年に大雪山国立公園の特別保護地区に指定された。大雪山系で見られるエゾの津賀桜、大雪山系で見られるエゾコザクラ1926年5月に、 北海道大学山岳部のパーティーが積雪期の初登頂をした。登山ルートは、新徳町、戸村牛温泉からのもの、東川町、天神郷温泉からのもの、北から、白雲岳、中別岳を経てくる重層路などがあるが、奥深い山であるため、最短ルートである、戸村牛温泉短縮登山口からのコースを用いても、山頂まで往復8時間半ほどかかり、 山小屋などの設備も少ない。その上、天候が崩れると、夏でも体感温度が氷点下まで下がることがあり、これによる気象遭難事故もたびたび起きている。登山道周辺には、避難小屋とキャンプ指定地がある。最寄りの山小屋は、無人の久子沼避難小屋で、南の戸村牛温泉には、国民宿舎東大雪層がある。夏場でも3件の死亡事故例が報告されている。 大雪山の白雲岳と中別岳を経て、オプタテシケ山とトカチ岳へ伸びる、稜線上にある。中別岳との間には、五色岳と化け雲岳があり、オプタテシケ山との間には、釣鐘山とコスマヌプリがある。山頂から南東 2.3km の位置には、全トムラ村牛山がある。以下の源流の河川は、それぞれ、石狩湾と太平洋に流れる。ありがとうございます。